速稼塾の久保です。今回ですね、動画のメンテナンスをしてくださいということで依頼を受けているあるね、 YouTuber さんからの、メッセージでこの動画を撮らせていただきます。まずはね、3本送られてくるんですけども、1本目の評価をしますね。再生してみましょうか。はい、大阪の天野です。今日はですね、スマートニュース限定ということで、僕がクーポンが見つかりましたので、情報のシェアでご紹介をさせていただきます。こちら今日の、ご案内するのはですね、シェアするクーポンは吉野家。まずですね、今再生の速度を2倍にしましたけども、私は通常この2倍で再生してるんですよね。まあ、早い喋り方の方のも2倍です。だから私ね、通常のね、5倍とか10倍じゃないとちょっとまどろっこしいなと思いながら、あらゆる YouTuber さんの見るんですけども、まあ YouTube は2倍までしかないんでね、2倍にさせてもらってます。まあでも通常は2倍速じゃなくてもいいと思いますので、聞きやすい速度でね、調整してみてください。倍速の変え方はこのね、あのネジみたいなところを回して再生速度のところをクリックすると倍率が出ますんで、これでチェックしていただければなと思います。私は2倍ですよね。でまず一発目なんですけども、この10月20日のクーポンって書いてますよね。これね、私の方にメールいただいたのが17時前後だったと思うんですけども、ちょっともう遅いですね。これはね、前日とか前々日にこの情報は流さないと、これ情報を知ったからといって今いきなり夕食に吉野家行くぞっていうふうにはならないと思うんでね、もうちょっと早く知らせないといけないかなと。1週間前とかがベストかなと思いますよね。であのソフトバンクのスマホを契約してる方っていうのは、なんかね、アイスが無料になったりとか、あのドーナツがもらえたりとか、いろんなお得情報が毎週届くと思うんですよ。だからそういう意味でも、そのソフトバンクを選択するとネタにもうね、困ることがないと思うんですよね。お得情報ババン届きますからね。そういうのをやってみてもいいかなと思います。取り扱うネタ自体はすごくいいと思いますよ。天野さん、 ありがとうございます。で、このタグもね、うまく入ってますよね。吉野家っていうタグも入ってますし、並盛りとか無料クーポンとか、それすべてタグになってますんでいいと思います。その他、こちらですね。リッチコーヒー抽選で当たるも結構いいと思いますけども、このね、動画説明欄に、やっぱり吉野家特盛り無料とかっていうのを、並盛りか、入れておくともっといいですよね。その他、様々。これ自分でね、これ、いいねのボタン押しといてください。自分で1個押したら1アクセスになりますんで。これはね、動画作ったら必ず自分で押すようにしてください。ちなみに、マイナスを押しても評価は変わりません。どっちでもいいんですよ。はい、動画のちょっと続きを。うどん並盛り無料ということです。抽選で30名様に当たるということなんで、ぜひ皆さんお願いしていただきたいと思います。こちらですね、このスマートニュースのスマホのアプリを開いて、クーポンというか、左上のオレンジ。ちなみにですね、抽選で30名様に当たるって書いてるじゃないですか。吉野家の利用者さんが、1日何名いるかっていうデータから30万名がいかに当たりやすいかっていう解説をすると、これはね、情報に価値を与えることになりますので、そのように考えてみてください。あとね、長くなりますんで、あとはちょっとまあどうしよう、見ようかな。そしてですね、あ、やり方が書いてますね。そうですね、はい、やり方が書いてます。ありがとうございます。次の動画いってみましょう。これまだゲットしたわけじゃないんで残念だ。次はこちらですね。はい、大阪の天野です。今日はですね、ちょっとお得なクーポンにつきましたのでご案内をさせていただきます。今日ご案内させていただきますのは、いいですね、ケンタッキーフライドチキンですね。こちらこれもクーポンが10月20日のなんですけども、遅くても前日にこれ教えてくれないとなかなか難しいですね。クーポンというところがね、皆さんのところに分かると思うんですけど、オレンジ色のところをタップしていただくと、これも分かりますね。抽選で20万名様、ケンタッキーフライドチキンの利用者さんがどのぐらいいるかってことをリサーチした上で、20万名っていうのがいかに当たりやすいかってことを同時にね、伝えていくと情報に価値を与えることになりますので、そちらの方をやってみたらいかがかなと思います。で下の方に、あ、10月29日までなんだな。いいじゃないですか。だったらすいません、先ほどの吉野家の件もそうですけども、これね、29日までということなんで訂正します。タイミングは OK です。でもやっぱり20日が始まる前ね、数日前に教えてくださると、やっぱりね、このクーポンのトップっていうのが一番利用者が多いんですよ。20日っていうのが特に人数限定じゃないですか。そういう効果もあって、はい、10月20日から始まりますよっていう、その今日ですね、日曜日が一番使われる効果が高いんで、やっぱり数日前に公表しておくといいのかなと思います。でこれもね、これ押しといてください。その中で、140円無料対象、やり方も書いてますね。抽選状況をして調整があります。システム上、いいじゃないですか。クーポンの、はい、OK です。あとは、ただ読み上げてるだけだと思いますので、特に私から解説はありません。次、体重測定の動画ですね。おはようございます。
おはようございます。大阪の天野です。10月20日、体重報告をさせていただきます、うん、今日ですね、大阪非常に晴れておりまして、すがすがしい朝になっております。今日はですね、地区の、運動会、レクリエーション運動会がありますので、うん、そちらの放送に行かせていきます、いいお天気なんですけどね、九州の方の、奄美、大島の方ですね、はい、こちらの方に向けて、今台風20号が発生しているということです。向けて、ね、進んでいるということなんで、今までの被害もありますので、情報の共有を、してですね、まあ、安全、はい、本題が始まる前にこういう風な時事ネタ行くのはいいと思いますよ。素晴らしいと思います。なんかこれね、こういうのをずっとやってほしかったんですけども、天野さんずっとこれね、無言でこれ上げてるばっかりだったんで、それではですね、見てもらえないと思うんですよ。今はとってもいい形になったと思います、おめでとうございます。ですね、生活が送れるようにしていきたいなと思います。また発信していきますのでよろしくお願いします。また情報やってますね。よかったです。あ、終わったんですね。はい、ありがとうございました。以上でございます。それでは失礼します。